Y se la metí.今回は第4回釣り情報の引き釣りガレッジ、大とひらめ教室です。なんかね、皆さんね、やる気です。僕もね、本気出してね、皆さんにね、いろいろ伝えて楽しんでいただきたいと思います。それでは行ってきます。はい、改めまして慎太郎です。よろしくお願いします。皆さん、ライトヒラメはみんな経験済みですね。あと、なんか知りたいことっていうのみんな多々あるのかな。知ってる範囲のことはすべて今回は隠し事なしにすべてお話します。得した気分で言ってください、ね、で、よくね、船長がイワシで餌を大事に使ってくれと、まあ、じゃあ、商売の事情ね、一人限られた数しか積んではいけないので、そういうのもあるんですけど、実際の意味ってそういう意味じゃないんですよ。イワシをいかに長生きさせて使うことができるかで超過感じます、ね、今回はだから、それをね、一番僕は大事だと思ってるんで、そこを皆さんにマスターしていただいて、明日からの兆候につなげてもらえればなって思ってます。ヒラメって基本的に重りでそこを探すわけじゃないですか。もう釣り方の話ね。で、重りを持ち上げてる状態って竿曲がってますよね。そこを探した時に穂先の戻っちゃう人、道糸がたるむ人、こういう釣り方やってる人って基本的に当たりがないです。どういうわけだか。だから必ずそこを探すにしても竿が曲がった状態、一番曲がった状態でそこを探す、こういう状態。これができるようになると、おのずと重りの位置がキープできるようになる。これができないで竿先がビャーンとまっすぐになっちゃう。こういう底の取り方、これをやっちゃうと根掛かりの原因にもなるし、ね、常に張った状態、曲がった状態で棚を取ってると、おのずと竿をこう常に動きっぱなしです。今日なんか特におそらくね、多少波あるんで船揺れます。船の揺れに対して必ず竿が戻らない、そこを探す。だから僕らがこうテレビで、ね、番組等で動画でも見てても、俺結構動いてると思うんですよ。誘ってるんですかってよく聞かれます誘ってるんじゃないです、棚をキープしてるだけ。おかしいなと思ったら持ち上げる、で違うところに重りを落としたいというだけの作業のイメージで竿を上げたり下げたりしてるだけなんです。それがおのずと誘いになる。で、感じてる人は感じてるんだけど、感じてない人は感じてないのが、この重りがいかに大事か。この形状じゃなくてね、重りっていうのは基本的には仕掛けを速やかに海底に届けるための道具の一つですよね。それくらいしかないですよね。実は違うんです、ヒラメに関しては。ヒラメっていうのはこう底を探す釣りじゃないですか。海底付近でずっとボケっと棚切ったまま待ってる人誰もいないですよね。気になると下げて、当たりがなければ下げて、底を探しますよね。その時のこの音、硬い柔らかいっていうのを感じるわけですよ。今これ硬いところ、この音、この音が糸から竿先に伝わってる、手に来る。その感触っていうのは金属的な感覚、今落としないですよね。これ柔らかいところ、砂地、硬いところに来るとこういう音、ね、これが手に伝わってくる。砂地に来るとこういう音、ドスッドスッ。これもね、感じてもらいたい、重りからの情報。これが一つの聴覚の鍵になります。あとね、最終的にその合わせるタイミング、一番気になるところだと思います。これはね、もうね、その時の状況でヒラメの
ね、餌の食べ方って全然違うんで、いろんな当たりがあると思うんですけど、分かりやすく言うと慌てないっていうのと、当たったら必ず重りを切る、持ち上げちゃう、自信を持って強気で、だいたいね、待ってるのにこう下げちゃったり、一昔前は一つ遅れとかね、送り込んでやるとか、今ねそんな時代じゃない。重りを持ち上げてあげることによって、今まではこう重りからの情報でこう底を探しながら当たりを回すわけです。そうすると今度枝じゃないですか、 枝にこうヒラメが来るわけですよね。そうするとこの縦の情報はいらなくなるわけですよ。重りからの情報っていうのはいらなくなるわけで、ね、こっちのヒラメの加えてるこの情報が欲しいわけですから、これを持ち上げて重りを必ず切ってあげることによって、この横のハリスの部分と道糸が今度まっすぐになる。重りを持ち上げてあげる、こっち引っ張るから、これが重りがそこについたまんま、あの最終的に本あたりを待ってると必ずたるみが出るんで、いつ食い込んだか分かんないし、でたるんだり張ったりしてるうちにヒラメが違和感を感じて取った話。重りを持ち上げてあげることによって道糸とハリスが一本になるんで、必ず当たったら重りをこう切っておくことによって確実に分かりやすい当たりが出ますから、今日こういうのも試してみてください。当たりがあったらですよ、あったらねあったらね。あとね、ライトタックル の利点っていうのは、ノーマルタックルって竿の長さでカバーするわけですよね。その日の状況、船の揺れだったりとか、まあその船の流れとか揺れとかっていうのを長さでカバーするんですけど、ライトタックルの場合は重りでカバーします。これがもうすごい大きな利点で、軽いのがライトじゃないです。結構ね、勘違いしてる釣り人多いです。ライトタックルってのは重りが軽い、だやりづらくても軽い重りでやってる、ね、変わった方いますけど、本来僕が伝えたいのは全て重りでカバーします。特にこの大原の浅場での横流しの釣りはこの釣りは最適、もう超向いてます。まあ横流しなんで、基本的には風で打たして、ね、流す釣りなんで、入る方と仕掛けが離れる方とありますよね。で、仕掛けが入る方っていうのは、この真冬の時っていうのは天国ですよね。風を背中から浴びられて、ね、当ててくるんで基本的にはいい状態。この時は縦を意識する、縦の釣りを意識する、できるだけ仕掛けを前に前に出すために、例えば船長が基本的に朝指示してくれる船屋さん多いと思います。今日ライトの方何号でやってとか、例えばじゃあライトの方50号でやってって言われたら、仕掛けが入る方は別に60号でもいいです、80号でもいいです。いや、お祭りしなければいけます。他の釣り人とお祭りをしないで、条件的には仕掛けを前に前に出してあげれば一番先に入っていくんで良くなる、一番好条件。50号って言ったら60でも80でも構わない。逆に仕掛けが離れるっていうのは50号よりも軽いものを使う。50号を起点に40でもいいし、今度仕掛け今度離してあげる、離してあげることによってまずお祭りがなくなる、裏同士でのお祭りがまずなくなる、もう一番の最低条件、お祭りをしない、ね、最低条件。それとこう今日なんか多分ちょっと多少、ね、波があると思うんで船揺れると思います。この揺れに対して縦の釣りでは対応しきれない、大きくなっちゃう。逆側で外で仕掛けを離してあげることによって斜めになっていくわけですね。こう斜めになっていきますよね。どん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 離れていきます。どん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 横になっていきます。こうなるとどうなるか、縦の揺れが小さくなるわけですよね。
縦の動きは。これ逆側は立てなきゃいけないから、立てれば例えば 2m 波があったら 2m 上がっちゃうわけです。この常にこうね、絶対食うわけない、動いてる時間の方が長いですから食いが悪い。だけど海の悪い時には逆側でこうラインをこう横にしちゃう、釣ることによって縦の動きがどん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 小さくなる。これあえてやるときやります。あえてもうポーンと出しちゃう。そうすると後ろでしか拾えなかった、前で拾えなかったやつが後ろで拾える。これがライトタックルの2点、重りでカバーする。皆さんがね、一番おろそかにしてるところ、俺が見てて 99% の釣り人が一番おろそかにしてるところです。見てると、あーこの人難しいな、釣るの難しいなっていうのは、ここの餌の付け方だけを見てほぼ判断できます。多分ね、皆さんね、こう船屋さんでこういうザルとか、あとネットね、もしくは自分でネット持ってきたりなんかすると思うんですけど、基本的にネットはダメです。ネットはダメ、ほぼほぼダメ。ザルっていうのはこうだいたい浮きます、こうね浮くんで、ネットだと浮かないでしょ。だから作って捕まえて、それからネットを置いて針をつける。もうこれだけでイワシってすごいストレスなの。よーく見ててください。手をよく濡らしてからそーっとね、豆腐をつかむような感じね、豆腐をつかむような感じで優しく優しくギュッと、豆腐が潰れない程度で速やかに上げて、親針を顎から通します。その時に必ず針、出た針のこの位置、真ん中ね、芯が出るよ、この結び目のところと、ここがちゃんとにイワシのセンターと合うよ。そしたら孫針の方は一番暴れるとこなんで、水につけてあげて背中にします。こういう感じね。こういう感じでつけてあげるとどうなるかっていうと、鱗が剥がれない、鱗が剥がれにくい。海の中で鱗の剥がれて、ね、要は真っ裸のイワシが普通に泳いでるかって言ったら泳いでるわけないですよ、ね、なので必ず鱗を必ず残すつけ方、それあとは皆さんの工夫でどうにでもなる。僕の場合はこうやってつける。そうすると皆さんの半分以下、鱗いっぱい残ってます。死んでも鱗を残すっていうんです。そうすると餌も長生きします。これ皮むかれちゃってるのと一緒なんで、弱りも早く。で、あと元気なイワシほど食うっていうのは嘘です。弱ったイワシを演出してやってください。そこで初めて誘いという言葉が入ってきます。個人的には使いませんけど、こう上下させてあげることによって、やっと泳いでるね、泳ぐようなイワシが、やっと泳いでるようなイワシがこう引っ張られると嫌がって、ピロ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 、これを演出してあげます。で、多分投入する時も皆さん多分ね、ポンって入れてクラッチ切っちゃう。餌の確認しないでしょ。餌がどうやって落ちていくか確認しない、してないと思う。ポンって入れてすぐクラッチ切るんじゃなくて、できるだけ早くに水の中にイワシは投入してあげなきゃいけないんだけど、入れてあげたら一回どういうふうに泳いでるか確認する。こう仕掛けに絡んでないかとか、くっついてないかとか、仕掛けからこうね、離れてから投入。その時にイワシがきれいにまっすぐシューッと押していくのか、こう落ちていくのか、それをチェックするわけです。それがまっすぐこうヒューッと落ちていく餌は7割方当たります。
自分の経験上マウレーサーっていうのは半分、はい、これねちょっとね今日ね気をつけてみてもらう。最後にもう一つね、思いっきり楽しんでください、ね、海の状況はねちょっと出てみないと分かんないんですけど、個人的にはちょっとねいい風が吹いててそよそよしてて船の流れもいいと思います。で船も揺れると思います。これね一番最高な状況、ヒラメ釣り。こういう風に準備してね、で仕掛けを入れます。仕掛けを入れたらこうイワシが泳いでるかどうか、ね、自分の仕掛けからイワシがちゃんとに離れてるかどうか確認してからね投入します、はい、こういう手順です。速やかに道具は入れなきゃだ。多分ね今日ね船が結構いい感じで流れてるんで、仕掛けがどん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 こう重りがどんどんどんこう引っ張られて海底から離れていくんで、あのまめにちょっとこうそこを確認するような感じ。もう多分 2メートルぐらい出ると思うよ糸が。そこにね重りがトーンって船の揺れでこう上がったり下がったりするじゃないですか。下がったところで重りがつくくらいまでこうそこを探していっちゃう。ついたらちょっと持ち上げるような感じ。ついたら持ち上げるような感じ。ここで当たり待っちゃうとどうしてもこれ以上下げられないわけですよ。だからできれば水平くらいでうまくキープができるように、こう水平くらい。そうするとあれ重りが全然そこについてないかなってそこを探すときも1メーター探せる。逆に言ったらこれ重りがそこについちゃったと思ったら持ち上げられる。意外とね竿の構えてる位置ってね大事なんですよ、うん、でだからこう払い出しの方はこうずっと常にそこをキープできてるわけですよ。伸ばしていけるわけだから。でどこかしらで必ず自分が釣りのしやすい位置っていうのができてくるんですよ、はい、角度っていうか、はい、多分そこがね当たりが一番出るところなんだけど、それを探すのね。とりあえず最初は一回どこまでラインが出ていくか、そこ探しながら伸ばしていってみてください。必ずあの完全にそこについちゃうところが来るんで、はい、おあそれ当たりだな。当たってる。俺なら行っちゃうけどな。行っちゃう。逃げちゃった。違う。合わせが違う。もう一回糸出して。糸出しちゃって。当たりましたったら、重みを乗せながら、今見てるとこういう合わせなの。引っ掛ける合わせじゃなくて乗せるような感じ。重みをしっかり乗せるような感じ。乗せながらこう持ち上げるような感じ。風で打たして流してるんで、みんな基本的にはほぼほぼ同じ条件。多少はあります。多少はちょっと斜めにこう流れてったりとかってのあるけど、基本的には横に流してるんで条件はどこに座っても一緒だと思う。あえて個人的には胴の間に入ります。なぜかというと揺れないから立ちやすい。端々に入るとどうしてもこの 風の向きと波の向きって違うんで、やっぱり揺れが大きくなったりすることもあるんで、基本的には胴の間、どっかで落ち着くところがある。そこが当たり棚だと思う。すると毎回毎回そのベストになるように氷を細かく変えていくんですか。いや、変えられれば変えた方がいいし、変えなくてもいいと思えば変えなくてもいいし、だからそれは自分の感性です。感性、はい、はい、それはこうやんなきゃ釣れないっていう釣りじゃない。釣りのヒラメ釣りのこの基本的なものってのは全て変わらないです。こうやらなきゃ釣れないとか教科書に載ってる通りにやんなきゃ釣れないとかっていうのはない。自分の感覚、自分がいかにやりいい状況を作るかっていう、それができなかったのがノーマルタック。80、100しか使えないんだから、それ以上軽くしちゃえば老けちゃってとんでもない方いっちゃうし、
竿も長いし、重りからの情報も何もないし、前あたりも取りづらいし、今日なんか特にね、こうやって船が流れてライトだからこそやれてることがいっぱいある。それを分かってない、分からない、基本的に当たりかなと思ったら重りを持ち上げる、スーッとこういう感じで、イメージ張って、張りながらね、無理に引っ張っちゃダメですよ。ゆっくりこう張ってあげると、ヒラメが食ってれば違う重みがソフトに入るはず。基本的にあとね、ヒラメの当たりってゴチゴチゴチってないから、これは重りそこ引きずって、引きずって、ヒラメの当たりっていうのはゆっくりソフトに入るか、竿先がピコンピコンって動く、細かい 小刻みには絶対動かない、はいはい、動かない。によってその針の形が違ったりっていうのあると思うんですけど、基本的に例えばまあ横流し、ね、横流しで釣る地域ね、まあこれから先になってくるとみんなどこの地域も横流しでやるようになってくるんですけど、個人的にはライトタックルでやるんであれば、針線の長さは80センチ以上いらないと思ってます。針線の部分ねは80センチ以上いらないと思う。だから俺は自分で作るのは仕上がりが80、枝が80、ステートが40、これがベースです。あそこか、どうかな、はい、おめでとうございます。1号イエイ、シラメイ。竿をね、もう少し起こしてあげる、立ててあげる、チリをお腹に当てちゃってもいい、そうそうそう、はい、じゃあこのまま誘導してください、玉の方にね、誘導してください。よいしょ、やったやったぜ。ほら、やっぱり餌漬けでしょ。あ、すごいですね。先にとりあえず、脳みそだけ一回締めてやんないと、要は脳死の状態にしてあげることによって、心臓は動いてるんで、それで体動かないから暴れないん で、ここちょっとはは切ってあげないとね、見えないんですよ。ヒラメの場合ね、このエラの片側だけの付け根をね、切ってあげると、ここに太い血管があるんですよ。これ切ってあげるとピャーって出る、ちょうどこの辺に心臓があるんで、ここポンプが、心臓ポンプ代わりにして、これで抜いてあげるとジャーって、これがここの位置で切るのが一番なんか抜けがいいかな。血抜きをして最後脊髄のところ神経締めてあげる。いろんな血抜きの仕方やってみたけど、このエラの付け根のところを片側だけ切ってあげるのが一番なんか綺麗に抜けるような感じが。ほら、白くなっちゃった、ちょっと赤かったのが白くなっちゃった。ある程度もうこれで抜けてるんで、で穴開けたところからシュッシュッと入れると脊髄に入る。これで完成。あとまだもう少し血が出ると思うんで、少し置いといて、あのクーラーの中に少し、どんくらいかな、5ミリでも1ミリでもいい、少しでいいです。水入れて
あの魚冷やしてくれる。水氷でね、沖では俺は個人的には水氷でしっかり冷やした方があの鮮度が保てると思う。で帰る時に水抜いちゃうんです。であの宿で氷いっぱいもらえますから、帰りは木氷で水抜いちゃって木氷で持って帰る。それが一番ベストな持って帰り方。わー、食っちゃった。イエイ。なんだ、イナダか。泳ぐな。うん、大丈夫。イナダ食っちゃった。よっ、当たった。イエイ。あ、気のせい。あれ夢だったかな。ほら、ほら、だったじゃん。ね、ヒラメでしょ。ちょうど針がさ、こここう行ってさ、当たっちゃったんだよね。当たっちまったんですよ。残念でした。おもり50です。あ、逃げちったじゃんよ。あ、逃げちった。逃げちったじゃねえかよ。せっかく食ったのによ。食うか。よっしゃ、食った。なんか違うかな。あ、まつっちゃった。あ、稲田だよ。またしちゃったかな。魚だよ。食ったぞ。イエイ。これはヒラメだろう。来た。危ない。待ちまで、よかった。当たっても何もかけらんなくてさ。横面だね、マコが。個人的にはこういうの大好き。あの奥まで飲まれちゃうようにね。あのなんつうんだろう、最近はさ、最近のこのヒラメ釣りもライト化になってからはね、特になんですけど、本来だったら多分この親針、
親針でヒラメを釣るのがまあ当たり前っていうかね、孫針はあくまでも保険の針っていうね針だったんでしょうけど、ライト化になってからね、基本的にはねやっぱり孫で釣るようなイメージでいいと思うんですよね。3キロねえか。はい、食ったタイミングもあるんだけど、あれ理想な当たりっていうか、あのゆっくりこうね持たれていく、あのヒラメに気づかれないように針をかけちゃう。まあね、なかなか思ったようにはいかないけどさ。なんだこれ、面白いね。ちょっと深くなってきたなと思って棚取り直したら何か食ったと。でっけえどこれは、でっけえどって言って笑っちゃうやつだよね。さっきのと一緒。違うもんじゃないの。ヒラメかね。さっきの大人しか上がってきちゃったからさ。ドラグが滑ってます。あ、絡んでる。あ、茶色く見えた。ハタだ、ハタだ、ハタだった。ハタいいね。はい、第4回釣り情報沖釣りガレッジ、ライトヒラメとうとう終わってしまいました。でもね、頭の方5枚、ね、3枚とかね、2枚とかね釣った方もたくさんいたんで、今回はこれでよしとしましょう。またね、次回もね、こういうね企画がありましたらね、ぜひ皆さん一緒にチャレンジしましょう。終了です。